バドガールとは、バドワイザーの柄を大きくデザインした、ワンピースの衣装を着用した女性。その衣装は、バドスーツと呼ばれる。カナダのスポーツイベントでのバドガール・バドワイザーガールは、バドワイザーを製造する、ビールメーカーであるアンハイザー・ブッシュの宣伝モデルであり、実際の販売促進を行っている人をベースにして、作られたキャラクターである。 バドガールの構想と名前は1883年から使われている。バドガールはテレビ CM や紙媒体での広告で使われており、現地採用のモデルがバドガールのコスチュームでバーで販売促進活動を行っている。バドガールは性的に刺激的である一方できちんとした印象があり、喫煙、汚い言葉、入れ墨、ピアスや 犯罪歴のある人の採用を避けている。1990年代には、アンハイザーブッシュの販売会社が女子大生を採用し、大学校内のバーで、バドアイザーの反則活動を行った。1990年代後半のテレビ CM で、バドガールが、ビアガーデンウェイトレスとして登場。後にバドスーツ姿の梅宮アンナが出演する。CM も放送され、話題となった。 日本での初代バドガールは森口文子でポスターなどを担当。コスプレショップではバドスーツやバドスーツをアレンジした衣装が販売されバドガールを店員に据えた飲食店や風俗店バドスーツを着たら割引を行うビアガーデンも出現した。ヘリテッジスレーターポリティカルメモラビリア。 アンドアメリカーナーオークションカタログ 619iB プレス ISBN9 兆7815億9967万 126http コロンスラッシュスラッシュ books.google.com スラ books? ッシュブックス id イコールピアニボルト XSR8gC& ピコグラムイコール PA232&DQ イコール22バッドガール22プラス1883 a b j a m e s James, h i ーバ barhopping with thebadgirls.salon.com.http:/www.salon.com スラッシュ it スラッシュフィーチャースラッシュ1999スラッシュ02スラッシュ COV01 フィーチャーに html バドワイザーカーニバルなどありがとうございます。